お疲れエッチ。まあもう細かいことは気にしない。やってくれたのね。すごい綺麗になったじゃん。この辺草ぼうぼうだったのに。マジお疲れっち。ねえ、ここもう一段落ついてるの？じゃあ、時間あるんだ。ねえねえ、野球しようよ。え？ボールはここ。よく竹ぼうき野球やったじゃん。原田くん、桜井くん、小島くんや土屋くん、田中っちやチョロスケ、ピーちゃんやクーコもいたよ。昔って元気はみんなのこと忘れちゃったの？やろうよ、竹ぼうき野球。いくよ、じゃんけんぽん。はい、タッチ。私が先行ね。さあ、守って守って。そんなことも忘れちゃったの？ホームはこの御神木で、一塁はイチョウの木、二塁は向こうのニレで、三塁はあの山椒の木だよ。Thank you.
らほらピッチャーへばってるよ。あ、なんか言った？次のバッターもバッターボックス立ってるんですけど。お疲れ様って、私はまだなんだけどね。
大沢あかね、時間外に働かない女。この短期間でそこまでの理解者になってくれるとは、お姉さん嬉しいよ。ありがたいと言いたいところだけど、今回は無理なんだな。舞の練習なの。今日が私の番。私夜いないから今のうちに。でも気持ちはいただいとくわ。ありがとう。常連さんに応援されちゃ気張らないとね。故郷めぐり。へへ、待っててくれたんだ。うん、なになに？ご意見質問大歓迎。なんだ、質問ってそんなこと？ガイドさん、歌でも歌おっか。あちらに見えますのが、嘘嘘、田んぼ取りの蚊でしょ。あののっぱらに枯れ木がポツンと立っている。もちろんあるに決まってるじゃん。この村は昔から何にも変わってないんだから。取るの？なになに？もしかしてあれ開けちゃうの？タイムカプセル。いやー
ちゃうのは、元気20年後って言ったじゃない。そうだよ、20年経ったら30歳、30は人生のターニングポイントだ。俺たちが成功してるか失敗してるか、その時集まるのも面白いって。ねえやめようよ、30まであと10年あるよ。そん時みんなで集まればいいじゃない。それは…私は覚えてるもん。私は覚えてる、まるで昨日のことのように。入れてないよ、未来に当てた自分への手紙だよ。だけど今開けたら意味がなくなっちゃう。今開けちゃダメなんだよ。覚えてるよ、誰が何を入れたかはっきり。だけど入れたものはそれぞれの思いなんだから、それを見て思うことは人それぞれなわけで。だから今の思いと10年後の思いは違うでしょ。本当にターニングポイントになってるとしたら、その思いがすごく役立つかもしれないんだよ。ごめんね、わがまま言って。その辺の子供より子供っぽい挨拶しないでよ、まったく。あ、なんだ、なっちゃんも一緒だったの。へへへ、来ちゃった。ふーん、二人はひょっとして結構いい感じだったりするの？分かっちゃった？本当は故郷巡りしてたの。故郷巡り？ああ、温故知新ってことね。そうそう、
なんとかチン。グッジョブ、モトキ。温故知新っていうのは、言葉の通り古きを温め、新しきを知るって意味で、ここには何しに来たの？新しいこと？大人を飼うの？大人買いっていうのはね、子供のお小遣いじゃ手が出ないようなものを金に物を言わせてごっそりまとめ買いすること。うわー、なんか汚い大人のようにみたいで、ハコギな感じが満開。言っておくけど、ここは子供が来る場所なんだから、大人買い禁止だからね。それじゃあ2個。たった今値上がりしたの。1個500円。消費税は負けといてあげるわ。だから大人買いは許さないって言ったでしょうが。ほら、早く2個持って行って、なっちゃんと仲良く食べなよ。わーい、いただき。アイスもね、来るとき買ってくれるって約束したもんね。ちゃっかりっていうか、しっかりね。女がしっかりしてないと、バカな男は大人がいいとか言って信頼食いつぶしかねないもんね。